皆さん今日もお疲れ様です。カエル VR です。今回はオキュラスクエスト2単体で楽しむ人の分かる人にしか分からない VR あるある13世をご紹介します。前提条件は4つ。僕はファミコン世代のおじさんであるということ、 VR 体験はオキュラスクエストのみであること、パソコンでつなぐ PCVR は未経験であること、メガネユーザーであること、この4つになります。他にもあるあるネタがありましたらぜひコメント欄で残してみてください。それでは行ってみましょう。1つ目、声が出ちゃう。おお、 VR ってすごい。 VR ヘッドセットをかぶると周りが見えなくなるので恥ずかしさを感じず思わず大声が出てしまいます。もう自分だけの世界、現実逃避、あまりの没入感で感動、迫力、怖さで圧倒します。時間を忘れてしまうほど、これはやったことがある人にしかわからない体験で画面上だけでは伝わりません。ソフトによっては想像していたよりも映像がすごくてびっくり。ヘッドセットを外した瞬間、現実から逃げたくなることも。ああ、もっとやりたかった。 VR だと本当に物に触れてるような感覚になるので、スーッと頭に入ってきます。なので勉強できるソフトをもっと増やしてほしいですね。2つ目、楽しそう。あの人大丈夫？ VR ヘッドセットをかぶって楽しんでいると周りの人から動きを笑われたりします。でもすごく楽しそう。私にもやらせて。 VR の映像はやってる本人しかわからないので周りの人はすごく興味が湧くんですよね。そんな時はミラーリングでテレビやスマホで画面を共有しましょう。3つ目、調べてしまう。まだまだ英語のゲームが多くて単語を調べてしまいます。日本語字幕があっても理解ができなくてゲームに行き詰まったり、あ、そういう意味かみたいに訳がおかしい時もあるんですよね。でも調べる癖がつくのである意味勉強になるかもしれません。4つ目、寝落ちしてしまう。 VR ヘッドセットをずっとかぶっていると頭が重くなって頬も痛くなり集中できなくなることもあります。例えば Amazon プライムで映画を見たり眺めたりボタンを押すだけのアドベンチャー VR ゲームを長時間やってるとガクンと寝落ちしてしまうことがあるんですよね。そんな時はもう年だな、体力なくなったなぁと感じます。時々ゴーグル自体をつけるのが面倒なのでもうテレビゲームでいいかなと思ったりすることもあります。ですが元気になるとまた復活、そんな感じでしょうか。5つ目、積みゲー。だいたい夕方の17時ぐらいになるとオキュラスアプリをチェックし始め 10% から 30% 引きになるセールソフトは何になるのかワクワクしてしまいます。だいたいオキュラスクエストのゲームは990円から3990円ぐらいの価格がメインなのでセールを含め安いと思ってついついたくさん買ってしまう癖があります。それがどんどん積みゲーとなって結局いつやるんだという話に。僕が持っているオキュラスクエスト2は 256GB モデルなのでストレージに余裕があるという点でもついつい大人買いをしてしまうという感じです。昔はソフト1本買うのにも躊躇したのにな。でも後から合計金額を見るとこれはまずいと反省します。6つ目、広い部屋でやりたい。歩行モードのゲームで狭い部屋でやっているとよくガーディアンの外に出てしまい目標地点に行けなくゲームが中断してしまう時があります。そんな時はもう現実に戻ってしまいますね。なので広い部屋でやりたい。時々コントローラーを壁やテレビにぶつけて傷つけてしまうことも、いたっと自分の手も怪我をしてしまう場合も、ああバーチャル環境を自由に歩き回りたいな。外の公園に行ってやってもいいですが恥ずかしくてできないかな。 Wi-Fi 環境もなくなりますからね。7つ目、曇ってしまう。スリルオブザファイトなどのめちゃくちゃ体を動かすボクシングゲームなどをやると汗でゴーグルが曇ってしまい見えなくなることも、お風呂上がりも同様で汗も拭えないのでゴーグルを取って休むしかありません。ゴーグルを取らないでそのまま続けると目の周りや鼻の上が痒くなってしまうことも。8つ目、壊れそうになる。メガネをかけているのを忘れて豪快にヘッドセットを外した時メガネが壊れそうになったことがあります。もうネジがガバガバ、大ショック。またコントローラーの電池のケースがなかなか取れなくて引っ張ったら壊れそうな時も。9つ目、休みの日しかできない。ヘッドセットを長時間つけていると髪の毛がぺちゃんこになったりぐちゃぐちゃに。なのでお出かけ前には髪の毛のセットが面倒なので家に帰ってからゆっくりやることが多いです。10個目、見えない。ヘッドセットをかぶった後コントローラーを左右逆に持ってしまったりどこにあるか探してしまうことも。たまには映画をゆっくり見ながら食べたり飲んだりできなくて、できたとしてもこぼしてしまう。いつの間にか夜になって周囲が暗くなりセンサーが動かなくてゲームが終了。電気をつけてやるのがベストですね。11個目、酔う。初代オキュラスクエストをやった時は慣れるまで酔うことも。特にジェットコースター、ただ地面と平行して頭を傾けてなるべく頭を振らないようにするとだんだん爽快になってきます。12個目、気にしてしまう。 VR ゲームやソフトを楽しむのではなく最新 VR 機器や周辺機器設定ばかり気にしてしまってお金はかけたけど遊んでないみたいな本末転倒になることも。これ必要だったかなみたいに少し虚しい気持ちに。13個目、疲れる。
フィットネスゲームは継続できるかな。最初は気合い入れて毎日やろうと思っても途中から挫折することも。手を挙げるザ・クライムでは肩が痛いと思ったら四十肩五十肩、これじゃ遊べない。いかがでしたでしょうか。皆さんも感じるあるあるネタはありましたか。 VR 機器の利用は男性が多いようですね。 VR 普及のためには VR 用意しないことが一つありますが、なんだかんだ言って付け心地やヘアが崩れないこと、顔に触れないで装着できれば女性のユーザーも増えていくような気がします。今回はいつもと違う趣向の動画になってしまいましたが、よかったよ、参考になったよということでしたら高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また今後もいろいろご紹介していく予定ですので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。